長岡ホテルロメオ420、長岡 HR420 ポータブル2どうぞ。はい、各局おはようございます。京都ブラボーロメオステーション、TK21局さん、MT43局さん、マイクマイクステーション、あと IS131局さん、長岡 HR420局さん確認です。京都ブラボーロメオ局どうぞ。はい、はい、こんばんは。愛媛 CA34、 こちらは長岡 HR420、 岐阜県関ヶ原町明神の森ですね。関ヶ原町明神の森です。こんばんは。5555のレポートを送ります。愛媛 CA34、 こちらは長岡 HR420、 5555です。どうぞ。はい、了解。はい、了解しました。長岡 HR420 番局、5&5キュートル、こちらは5&2、関ヶ原市ですね。岐阜県関ヶ原町か、そうかな。はい、また呼んできたかな。はい、ザーッと降ってね、ポツポツとあったりね、まだザーッと降ってるね。はい、ちょっとログブックを書くのは大変になってきました。長岡 HR420 番局、よろしくどうぞ。はい、了解です。愛媛 CA34、 こちらは長岡 HR420 5ツアー、ありがとうございます。はい、天気悪いようですね。気温も低いようでね。はい、風邪ひかないように運用されてください。こちらの方はちょっと月がぼやんとしてますけど、まあ普通にね、星も見えてますんで、天候は悪くないような感じになってます。風の方もね、ほとんど吹いてないといった感じです。お疲れ様です。お疲れ様です。しんどい。よこそ、夜の明神の森へ。しんどいっすね。しんどいか。ちょっと歩いてくるだけじゃん。クロックスで。クロックス、またクロックス。真夜中もクロックス。全然問題ないですね。各局、愛媛 CA30、次、滋賀 AZ79 番局さん取れました。滋賀アルファズー79局、どうぞ。了解です。愛媛 CA34、滋賀 AZ79、岐阜県関ヶ原町明神の森、岐阜県関ヶ原町明神の森から、こちらからレポート5454。5454、5454をお送りします。お疲れ様です。どうぞ。よろしくお願いいたします。はい、それではチェックイン引き続き受け付けたいと思います。よく遅れて申し訳ございません。ただいまの時間が近畿圏外、3エリア以外から遠方からのチェックイン局さん優先でのチェックインタイムとなります。焦ったらか、焦ったら。それでは引き続き受け付けします。こちら2017年第9回関西ミーティング、奈良エリア行事6号6号3丁から、近畿圏外以外、水エリア以外からの職員局さん、優先でのチェックインタイムです。受信します。名古屋 TK816、名古屋3号キロ816、旅行29、三重 TK39、ファーブ。滋賀アルファズール79、滋賀 AZ79、2エリア岐阜県どうぞ。各局ありがとうございます。すいません、4局さん確認、5局さん確認。いけたんじゃない？奈良 AK39局さん、もう1局さん、三重丹後キロ聞こえました。三重丹後キロ。もう1局さんは、TR38局さん、岡山 TR38 局さんですね。それと滋賀アルファズール、滋賀 AZ79局さん、もう1局さんが最後、広島 MP308 局さんと聞こえましたが、
いかがでしょうか、間違ってた。焦らなくてよかったっす、ね、ほらそれでは奈良 AI46 奈良 AI46 ロコさん、カサイリクです、どうぞ。はい、こんばんは、奈良 AI46、ロコサイド、滋賀 AZ79、ポータブル2は岐阜県関ヶ原町明神の森、関ヶ原町明神の森です。こちらからメリット5、メリット5をお送りします。キー局お疲れ様です、どうぞ。はい、滋賀 AZ79 局さん、奈良 AI46 六甲さん、関西ミーティング、明神の森ですね、関ヶ原明神の森ということでね、ありがとうございます。暗い中で登っていただいて、京都 FS01、滋賀 AZ79、明神の森伝わったようですね、明神の森伝わったようです。移動地送ってください、移動地、移動地のレポートください、どうぞ。あ、大江山コピーです、大江山コピーです、大江山、宮津市ですね。はい、ほんとカツカツですね、なんか手すりの隙間から、はい、囚人のように運用してますけどはい、なんかポイントを探ればなんとかいける感じです。京都 FS01、 滋賀 AZ79、 2エリア、岐阜県明神の森、どうぞ。岐阜県は3本目今日は優秀ですよ、どうぞ。はい、八木ですか、八木ですか。はい、その通り、総合の方がちょっと厳しかったので、今、ファイルの八木、ファイルの八木を、大橋の方向向けてます。どうぞ。長岡 HR420、 岐阜県関ヶ原町明神の森道です。入管局ございましたらコールください、受信します、どうぞ。長岡 HR420 番です、こちら京都 GT260 です、こんにちは、どうぞ。こんにちは、こんばんは、どうぞ。はい、了解です、京都 GT260、 こちらは長岡 HR420、 岐阜県関ヶ原町明神の森です、こんばんは、レポート5353送ります、どうぞ。了解。はい、レポート、後藤さん、後藤さんコピーです、後藤さんコピーです。こちらから後藤に、ご縁に送っておきます。京都市左京区浜瀬峠からです、こんばんは、どうぞ。こちら大阪ティアラチャーリー500、大阪 SC500、 取れますでしょうか、どうぞ。はい、了解です、大阪 SC500、 こちらは長岡 HR420、 岐阜県関ヶ原町明神の森です、レポート5353です、どうぞ。長岡 HR420、 こちら大阪 SC500、 4141です。かなりきついんですけども、レポートすいません、もう一度ロングでお願いいたします。はい、了解しました、長岡 HR220、 こちら京都 L950 で、こちらからレポート5353、5355、ちょっとピークで54ぐらい降ってたかもしれないですけれども、はい、こんばんは、お久しぶりです、どうぞ。はい、了解です、京都 L950、 こちらは長岡 HR420、 あ、六甲山行かれてるんですね、53ありがとうございます。こちらから5454、5454、岐阜県関ヶ原町明神の森です、どうぞ。はい、了解です、54コピー、54コピー、はい、明神の森ということで GPS もコピーいたしました。はい、ということで、久しぶりにね、今日は関西オンエアミーティングにチェックインしました。ちょっと2ヶ月ぐらいサボってたんでね、ほんと久しぶりっていう感じなんですが、まあ、イースポね、今日は上がったみたいなんですけど、まあ、イースポシーズンというのではね、まあ、そろそろ、終わりかなということで、まあ、秋のね、グランドウェーブを楽しむようなね、季節になってきました。まあ、こういう高いところに来て、まあ、夜間運用も含めてね、まあ、e スポーターはまた違ったちょっとね、いろいろゆっくり喋りながら、シミラジオでね、講習を楽しむっていうのもいいんじゃないでしょうか。今月は秋の一斉オンエアでもありますんでね、ぜひ、シミラジオを持って、高いところに行って運用を楽しんでみてください。もうちょっとね、だいぶ今日もね寒かった、もう来月の関西ウェアミーティングなんかもうダウンジャケット着て寒い寒い言いながらね、やることになるんじゃないかななんて想像してます。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。
このチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめアウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、Yahoo ブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またポモチャンネルでお会いしましょう。